供でお送りします。ございませんか。新車情報でございます。私は三本和彦です。新車情報も新車情報90というタイトルに改まりました。もう正月気分も抜けたんでございますけれども、77から始めて90までずいぶん長いことを続けておりますけれども、今年もよろしくお願いいたします。そろそろ関東地方もいつでも温暖で、いいと思っていた関東地方もずいぶん寒くなりまして、今日は外はみぞれ模様でございます。どうぞ自動車の運転には十分お気をつけるになるように。それではいつものように岸子さんの何でもインフォメーションから始めます。はい、毎週本当にたくさんのハガキありがとうございます。さて、その中からちょっとこのハガキご紹介したいと思うんです。岐阜県加茂郡の岩井和久さん、16歳。詳しく説明してくれてとても分かりやすい。それから神奈川県三浦郡の宇梶健さん、14歳。そして千葉県銚子市の古川香里さん、15歳という。そうなんです、ここ1、2年の間にいつの間にかその10代しかも中学生高校生の方からたくさんおはがきいただくようになったんですね。でも三本さん、これはとてもなんかいい傾向ではないですか。なんか都合のいいのだけ選び出したんじゃないの。いやいやいや、本当にたくさんあるんですよ。まあこの他におこごとのおはがきもねたくさんいただいて、そのいろいろ不備を指摘されたり、その説明の誤りを指摘されたりして、身に済まされる思いをするんではないですけどもね、はい、若い人たちが車という生活の道具、もしかすると遊び道具かもしれませんが、それに興味を持ってくださるということは大変嬉しいことで、ただ世の中の流れからするとこの14歳から16歳ぐらいの子供たちが興味を持っているのとは逆に、山内運動なんていうのが相変わらず今でも幅を利かせていて、そしてその危険から遠ざけるということで安全を守ろうとする、こうどっちかといえばネガティブな考え方っていうのは私は賛成できません ね。でも彼らが免許を取る頃には非常事態宣言っていうのがなくなるようになるといいですけどね。非常事態を宣言したからどうなるっていうものでもないんでそんな宣言が出る前になんとかならなければ文化国家とは言えないだろうと思うんですけれどもね。まあそんな話をしてると長くなりますから、はい、今日この番組の話題の中心にするのは実は平成元年というんですから去年の話でございまして、10月の23日に日産自動車から発表されたマイナーチェンジをして発表されたブルーバードで、ございます。で、今回のマイナーチェンジでは新開発の2リッターエンジンの搭載、外観デザインの変更などが行われたとメーカーでは説明しております。で、今日話題の中心にするのは日産のブルーバード4ドアハードトップ 2000-3S アテーサリミテッド、これに5速のマニュアルトランスミッション、手動の変速機のついたものを取り上げようと思います。相変わらず国産車の名前ってのは長いですね。で、メーカーからのお客様は日産自動車の商品本部第一商品グループの主担をなさってらっしゃる富岡博隆さんにおいでいただきました。よろしくお願いよろしくお願いいたします。で、富岡さんは初出場。あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。日産の若手エンジニア、はい、いつ頃日産を入るんですか。48年に入りまして、はい、だいたい車体設計あるいはあの車両計画と車体設計ボディですね、はい、ボディの設計でございます、はいはい、そういうことをやってきまして、昨年から商品本部というところに移りまして、ブルーバードのまとめをやっております。商品本部というのはどういうものを作ったらお客さんに喜んでもらえるかとか買ってもらえるかというところことを考えるところですか。はい、そういう製品の企画もありますけれども、はい、むしろ社内全体を製品を軸にですねまとめていくという部署でございます。だから企画から販売あるいは開発生産全部統合してみるような部署でございます。あ、そうですか、はい、いわば参謀本部みたいなもので、自動車を作る参謀みたいなもんですかね。よく言うとそうですね。それじゃあコマーシャルを挟んで話し続けます。今年もいつでもと同じブルーバードのマイナーチェンジ、どんな狙いで行ったのか、それからマイナーチェンジされたブルーバードはどんな特徴があるのかという説明をいただこうと思います。じゃあお願いします。現在の9代目、ブルーバードは87年の9月に発表いたしました、楽しい走りザ・セダンということを基本コンセプトに、走り曲がり止まると
といった車の基本性能を大切に開発してきております。おかげさまで四駆のアテーサシリーズを代表とする走りの性能、端正で飽きのこないスタイルなど非常に好評で、販売状況の方も約1万台強と順調に推移しております。今回のマイナーチェンジでは、その後の市場の高級化あるいは高度化といったものを受けまして、あるいは技術的な進歩を踏まえまして、従来の基本コンセプトをより明確にするといった内容で変更をしております。いわゆるマイナーチェンジではございますけれども、次の2点の大きな変更をしております。第1点が新開発の SR 型 1.8 リッター、そして新たに2リッターエンジン、さらに電子制御式なオートマチックトランスミッションなど採用により基本性能の大幅な向上を図っております。特にこの SR エンジンでございますけれども、一昨日発表しましたサニーに搭載する G エンジンとともに90年代の小型車用主力エンジンということで、日産自動車が総力を挙げて開発したエンジンでございます。全車ツインカム4バルブとすることで、出力特性、経済性、そして静粛性といった基本特性に加えまして、特にドライバーの意のままに扱える、で感性に合った爽快エンジンとしております。第2点が好評なスタイル、これを生かしつつ内装材の見直し、あるいは外装類の見直しなどを行いまして、質感の大幅な向上を図っております。ぜひ今回のグレードアップしたブルーバードに乗っていただいて、良さを理解していただきたいなと思っております。はい、ありがとうございました。でその9代目、9代目のマイナーチェンジのブルーバードの試乗は私がやってまいりました。いつものように VTR が撮ってございますので、それをご覧ください。これはブルーバードのハードトップに、新しく設定された2リッターのエンジンをつけた、しかもそれをアテーサーという方式で4輪駆動にしたものです。でブルーバードは 1.8 リッターが上限で、それ以上大きい排気量のエンジンを持っていませんでしたけれども、コンペティターの特にトヨタのコロナそれからカリーナに対抗するように2リッターエンジンを追加したものだというふうに思われます。で、この2リッターエンジンはツインカムで、ターボチャージを行いまして205馬力を取り出しています。確かに動力性能は非常に高い車で、走っていても制限速度の今東名を流れていますが、この最高速の100キロを保つのは難しいというぐらいです。4速のオートマチックもありますが、今試乗しているのは、5速のマニュアルトランスミッションです。で、このエンジンを3000回転させますと106、7キロ、110キロにはなりませんが、そのぐらいの速度になります。で4速で、3500回転から600回転ぐらいで、時速100キロになります。エンジンの回転数と車速を読んでみますと、やや加速側に振ったギア比を使っているなということがわかります。この頃だんだん燃費型の設定よりも加速重視の設定が多くなりまして、それで、この車も加速性重視で、行っているだろうと思います。このクラスの車になりますとステアリングはパワーステアリングです。でこのパワーステアリングの設定も、大体日産的な標準というのは決まったんでしょうかね。やや重みを残した設定になってまして、もちろんそれでもマニュアルのものよりはずっと軽いんですが、やや重みを残したパワーステアリングの倍力装置になっています。でもう内装などは今まで発表されたブルーバードと全く同じで、特に変わっているところはありません。で、この車はハードトップで、ブルーバードの中ではスポーティーなものとされているんですが、やや天井が低くできています。
で、私はこの天井の低い車あまり好きじゃないんですが、この車は頭の上に手のひらが1枚とちょっと、指ですと2本ぐらい入るっていう感情になりましょうかね、2本ぐらい、このぐらいの空きしかありません。シートの座面が下がるようなこともありません。したがって、私の座高ですとこれ以上広く乗ることができないということになります。でシートは割合にたっぷりしたサイズを持ってまして、特に前の席ですが、たっぷりしてまして全席優遇型の設計だなということは分かります。この仕事に取り掛かる前に2人でこの車に乗った時にはこの車の足回りの設定、特にバネの設定がやや固めで、ゴツゴツした感じに思えましたけれども、今4人乗ってみますとこのバネの感じはそれほど悪いもんじゃありません。ただコイルストロークといいますか、ね、車輪の上下運動量といいますか、それが少ないんですね。日本の車どれもそうなんですが、ヨーロッパの車に比べるとずっとホイールストローク、車輪の上下方向の自由性というのは少ないというふうに感じさせられるんですが、この車もそうで、もう少しこう豊かな乗り心地があった方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。この車はフルタイムの四輪駆動です。でこの四輪駆動になってから今までのパートタイムの四輪駆動の嫌なところというのはなくなりまして、特にまあ直進性などはなかなかいい具合に保つようになっています。高速道路のようなところを通りますと、走りますと、この四輪に動力を伝えてやるということはなかなか有効でして、おそらくは燃費の上からも機械ロスがまあ 3% ぐらい生じるのを承知だとしても、雨の降った日などの燃費などは、あるいは四輪駆動の方がいいかもしれないと思える感じがいたします。例えば急に大きなトルクを加えてみましょうか。今5速で走っていますが、これを3速に落としまして、ワーンとパワーをかけてやっても、そのタイヤが空回りをしてパワーロスをしてしまうというようなことがないように出来上がってますね。でそんなところはこの四輪駆動のいいところだろうと思いますし、それから路面が天候などで、大きく変わったときにこの四輪駆動の方が、より安全に走れるということももう実証済みのことです。ブルーバードのフォードはハードトップです。まあ、いつもは助手席なんですが、やはりファミリーカーということもあって、後部席がどんな風になっているのかちょっとご紹介しようと思います。私は身長が158センチなんですけれど、この158センチの私が乗ってみて、私の身長でも後ろに座ると、ほら見てください、このぐらい、このぐらいしか空いてないんですね。ということは男性だったらもう苦しいですね。それにね、やはりあのファミリーカーですから、どうしても子供が後ろに乗ることが多いと思うんですけれども、子供が乗ってて、それでピョンピョン跳ねたりしたら、ここがもうすぐガラスになってるわけですから、ちょっと怖いなって感じがしますよね。でましてや、夏海、これは相当暑くなりそうですよ。まあ、ハードトップなんだからっていうのは分かってるんですけども、もうちょっと、あとちょっと高いと、これはありがたいんじゃないかな、皆さんにとっては嬉しいんじゃないかなって気がしますね。いやー、よく凝ってますね、道方がね。気をつけながら行きましょう。で、まあ、四輪駆動がどのぐらい有利かというと、今わざとシャーベット状になったところを踏んでみたんですが、うまく踏み越えるもんですね。それにこの車は四輪ともアンチスキッドになってまして、ブレーキが安心して踏めるってのもおかしいんですが、ロックさせることが少ないのがいいところだと思いますね。で今スタッフ4人と一緒に走ってますが、200馬力を超える出力で 1.23トンの車ですとパワーに不足ありませんよね。で、
まあ、気をつけながら滑らないように走ってるわけですが、今わざと圧雪路を圧雪したところを踏んでみたんですが、外側の車輪だけで、ちゃんときちんとコースをたどりますね。でこうしてみると四輪駆動というのがこれからのハイパワー車の標準になるかもしれませんね。しかし山坂道を久しぶりでマニュアルの変速機で走ってみますけれども、このマニュアルはマニュアルで下り坂などは上手に走れるもんですね。しかしもうこのクラスの車になりますと 70% 以上が自動変速機付きなので、これからは自動変速機 AT がいかにこう機能的なものができるかというところが自動車メーカーの生き残り作戦の一つになるでしょうね。燃費をご報告いたしますと、この車は天モードの運輸省の審査値によれば、1リッターで 7.9 キロ走るということになっております。で、我々が VTR ロケのために、走り回りまして、都会の中を、それから高速道路をご覧の通りの山岳路というふうに3分の1ずつ、250キロから300キロ走りまして、計測いたしますと1リッターで 8.3 キロ、天モードよりもよく走っていました。で、路面はご覧の通り濡れた路面でございましたけれども、成績は好成績でした。音の方は高級車というのにはちょいとやかましい、透明で時速100キロで走行中に計測いたしまして、 A スケールで70デシベル、70フォーンでございました。もう67、8ぐらいの音でないと高級な印象は、ないなと。その代わりスポーティーかなという音だということでございました。じゃあコマーシャルを挟みます。もうのっけにお詫びをしなきゃならないことになりまして、実は先ほど天モードの燃費を 7.9 キロと申し上げましたのは、それは、AT の自動変速機の燃費でございまして、マニュアルトランスミッションの方は 9.5 キロが運輸省の審査値でございます。ですから我々の、走行ですと1リッターあたりで約天モードよりも1キロほど燃費が悪かったということになります。ぬか喜びでございました。それじゃあ一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうぶしつけなもんでございましてね、ずけずけと伺ってずけずけと返事をいただくということになっておりますので、はい、よろしくお願いします。はじめに、まあ、ブルーバードにあんまり親しんでないせいかもわかりませんが、マイナーチェンジをしたというのを外観も内装もとおっしゃるんですが、外観も内装も実はあんまり気がつかなかったんですけれども、はい、具体的にはどこをどんなふうにお買いになったんですか。はい、基本的なスタイルが好調だったということで、はい、主に外装をフィッティングパーツと我々称していますけれども、はい、そういうものを中心に変更しております。フィッティングパーツというとどうですか。前回りで言いますと、はい、このグリルですね。これはですね、形はブルーバードのアイデンティティ 3S のアイデンティティということで、ハニガムなんですけれども、こう表面処理がスモークのメッキということでやっています。ビカビカに光らせないでいくらかこう、はい、曇りを持たせた。そうですね、はい、なんでそうするといいんですか。やはりピカピカ光るというのはブルーバード その 3S のコンセプトから言って、うん、ちょっとふさわしくないだろうと。まあ、真っ黒はちょっと味気ないかなというようなところで、うん、でも黒っぽげなやつ、スポーツカーかというとスポーティーカーかというとそうでもないだろうと思うところもありますよね。まあいいです、はいはいはい。あとこのバンパーなんですが、はい、これ、はい、まあ一言で言いますと、どっしり安定して見えるようにということで、少しこのスポイラーなんかもつけてるんでございますけれども、この下のね、はい、少し安定して見えるより多少大きめにしたということでございます。あ、そうですか、はい。そうすると機能上では何かいいことがありますか。そうですね、まあ、スポイラーなんかは当然燃費なんかにも効くんだと思いますけれども、この下のね、はい、空気抵抗を減じるために、はい、そうですね。でこのバンパーは輸出用のバンパーと同じでございますか。アメリカ輸出というのはホーキンがございますので、はいはい、これよりか多少立派な、多少大きめな、いわゆる5マイルバンパーというのがついてるんですね。そうです、はい、そういうものをつけております、うん。ここで紹介しますと昨年からアメリカの方にも、このブルーバードスタンザという名前なんですが出すようにいたしております。アメリカじゃスタンザって言うんですか。はい、うん、出しております、はい。それでもし好みで、はい、国内のユーザーがですねアメリカ輸出しているバンパーをつけた方が、うん、日本では、まあ、3マイルぐらい
ですかね、今これがなんとか復元するのは。それよりもあと2マイル分、いいのがいいやということになると取り替えられますか。まあ、あの関連して取り付け関係とか、はい、だいぶ違いますので、まあ、ちょっとあのユーザーの方で交換するというのはちょっと無理だと思います。そうですか、この点はぜひ考えていてください、はいはい、それからどうしましょうか。外、まあ、サイドビューはあの、はい、パネルというか鉄板の部分が多くございますので、はい、それほど変わっておりません。このじゃアウタースキンといいますかね、はい、こう外側の表面材については形は変わってない、はいはい、分かりました。それからじゃあリア周り、はい、後ろ、あらカメラマンさんが忙しいことになって、はいはい、後ろになりました、はいはい、あのちょっと後ろからじゃないとよくわからないと思うんですけど、はい、大丈夫ですよ、カメラさん後ろに待ってきてくださいから、はい、あのまあ、一番外観で大きく変えたのは、はい、あのこのリアコンビネーションランプと言っておりますけれども、うん、あのこの部分この、はい、あのこの下の部分ですね、はい、ここら辺多少拡大しまして、はい、まあ、これは一言で言いますと多少こう華やかに見えるよう なんか印象なものに変更しております、うん、でこれも面白いのは、はい、日本の車はベタ化にこうやりたがありますけれども、アメリカの車だとかヨーロッパの車は、はい、もっと小さいテールランプと、それからブレーキを踏んだ時には面積が変わるリアの、ランプが多いですね。日本のものはもうベタ化で、そしてブレーキを踏むと輝度が2倍以上、3倍ですかね、はい、規定では3倍になればいいというようなやり方でしょ。で面積比で変わってくれた方がブレーキ踏んでるか踏んでないかよく分かっていいんですがね。あの私はアメリカの車やはりこれと同じようにですね、あのかなり赤い色多いと思います。確かヨーロッパの方はもっと実用本位でということで、あっさりしたものが多いと思います。なるほどね、はいはい、あこれ今ブレーキを踏んでるところですね、はい、AD さんが気が利いてますから今手でやってくれますが、はい、ブレーキ離してください。これはテールランプのままですね。これまあここの部屋明るいから明らかに分かるんですよね。あの特にオートマチックの車でブレーキに軽く足をかけたまま、乗ってる人がいて、でそれに気を取られててハッと横を見ると同じ機能のやつに気がつかないってことがありますんでね、面積で変わってくれたのはありがたいと思うんですよね。今度ぜひ参謀本部で考えて勉強させていただきたいと思います。もうそんなことちゃんと知ってるくせに。それとですね、その外観上でぜひあのもし変えられればやってもらいたいと思ったのは、はい、このリアのスクリーンが、はい、これ一番引っ込めてもこれだけ残りますでしょ、はい、で子供がここからかその顔を出すように乗せちゃいけないんですが、顔を出した時にですね、これに顎を引っ掛けたりなんかして、その気持ちがそんなことになったら嫌だなというような気持ちがいつでもあるんで、これできれば引っ込ませたいんですが、どうしても引っ込まないもんですか。あのちょっとあの物理的に大きさが決まってるもんですから、要するに収容能力はこれだけしかないよと、はいはいはい、そこへこの大きなガラスを下げてくると、はい、一番下げてもこうなってしまうということですか。あの、まあ、これもあのどういうところを重視するかということなんだと思うんですけども、うん、まあ、例えば窓を小さくすれば当然収まるんですが、はいはい、けれどもそれだとやはりちょっと鬱陶しいということになるんだと思います、うん、でまああのハードトップというか最近あのエアコン装着車がもうほとんどになりましたので、実際はあまり開けて走ることが少なくなってきているということで、まあ、あの今のような不満の方いらっしゃるんですけれども、一応格好を優先してあのこういう形にさせていただいております。なるほどね、わ、うん、かりました、はい、その他に内装が変わったとおっしゃってましたね、はい、内装のどの部分が変わったんですか。だいたいあの一番他の印象が変わったという意味ではあのクロス関係、はい、これがあのより高級な材料に変更しております、はい、それとかあのドア周りのですね、はい、あのこのアームレストですけれども、はい、ここも例えばクロスに貼り替えるというようなことで、はい、見た目のその印象というのをかなり変えたつもりです。あ、なるほど、はい、あのあとちょっと細かいんですが、はい、あのちょっと分かりますか。あの内装のですね、あの、はい、このクラスターと称してるんでございますけれども、はい、メーターの下の部分なんですが、はい、ここら辺もあのデザインをリファインしてます。あ、はい、あそうですか、はい、なるほど。あとあの非常に細かいところなんですが、あのスイッチ関係なんかもよりその丸みを帯びたというかエルゴミックというような言い方をしてますけれども、あの触ってこう心地よいの格好のものに、かなり細かく変更しております。なるほどね、はい、あ
もう時間あんまりないんですね。エンジンの話を、あの手短に、それじゃあ、いえいえ、ここで結構です。エンジンの話を手短に聞かせてください。はい、エンジンはあの、これに積んであるのはツインカムですね。はい、でそれに火球をして、はい、それで火球機を冷やす、はい、インタークーラーという仕掛けがついてますね。はい、でエンジンは随分、うん、垢抜けた感じになりましたね。外側から見てもると随分大きくて重そうな感じは しないでもないんですが、それでも垢抜けた感じになったんですけれども、どんなところが大きな変革ですか。日産はツインカムエンジンについてはかなりキャリアがありますけれども、はい、あの先ほどもちょっと狙いのところで申したんですけれども、まあ、あの基本性能を重視しながら、よりその本当にドライバーが普段使ってその心地よいとか気持ちいいとか、はい、そんなところにあの力点を置いて開発しております。なるほど、もう一回このセダンのね、はい、ツインカムエンジンの2リッターでもう一回このエンジンの話中心にまたおいでいただけますか。あ、そうですね、ぜひチャンスがありましたら、はい、じゃあ時間がなくなっちゃいました。大急ぎでございまして、すいませんでした。ここでコマーシャルでございます。新車情報大賞の告知でございます。今月いっぱいにこの番組で放送した車、去年の1月1日から、今年の1月いっぱいまでに放送した車を全部ノミネート車として扱って、今年一番よくできた車と思えるものに新車情報大賞というのをお送りしまして、エンジニアにまた発表していただこうと、こういう企画でございます。で、投票の方法はもう今まで何度も申し上げましたけれども、この車が今年一番よくできたと思われる車に頭にプラスとお書きくださって、その下に社名、それからその理由、中にはですね、こういう車は世の中になくてもいいよと、もしくはあって邪魔になるというような車が、あったかもしれませんので、もしあれば頭にマイナスとお書きくださって、その下に社名、そしてその理由というのをお書き添えいただければ ありがたいと思います。で、ノミネートした車はこれだけございます。どうぞメモのご用意と一緒に、ご覧になってください。一挙にご覧に入れます。
というわけでございます、応募の方法は詳しくはもう一度岸子さんからお伝えいたします。はい、応募方法です。はがきでお願いいたします。はがきにプラス点の車を1台とその理由を、そしてもしありましたらマイナス点の車を1台とその理由をお書きになってご応募ください。宛先は横浜市中区山下町69 DVK テレビ審査情報対象の係までです。締め切りは1月の28日決心有効、そして発表は2月にこの番組の中で行えます。そしてご応募くださった方の中から抽選で100名の方にご覧の自動車関係各社からの素晴らしいプレゼントをお送りいたします。たくさんのご応募お待ちしております。続いて今週のプレゼントです。ご覧の自動車専門誌モーターファン、モーターマガジン、カーグラフィック、ルボラン、ナビ、クルマニア、ゴーグル、カミオン、カーセンサー、カートップ、月刊自家用車、ドライバー、ホリデーオートバイヤーズガイド、カービデオマガジン、以上13種とビデオの中からご希望の商品を抽選で140名様に3ヶ月間無料でお送りいたします。それではお申し込み方法です。はがきに、ご希望の商品も一つお書きになって、それから住所、氏名、電話番号、それからご意見ご希望などを添えてご覧の方たちにどんどんお申し込みください。なお発表は商品の発送をもって返させていただきます。はがきたくさんお待ちしています。来週のこの時間は三菱のギャランに、AMG のチューンの車が加わりましたので、それを取り上げようと思います。 AMG がどんな手入れをしたらどんな風になったかというレポートをしたいと思います。ところでこのブルーバードの新しいエンジンなんですが、今度は 1.8 リッターも新シリーズのエンジンになったわけですね。はい、そうですね。 1.8 リッター以上が新しいエンジンになった。新しいエンジンになった、はい、1.6 リッターは今までのままということですね。はい、で今度我々が試乗したこの2リッターのエンジンのツインカムの16バルブ、極めて特徴的なところってのはどういうところですか？爽快エンジンとさっき言いましたけれども、ちょっとこれエンジン、はい、そうですね、はい、あんまり技術的じゃないんで、はい、多少 1,2 点言いますと、はい、アウターピボット式の Y 字型ロッカーアームと、ちょっとこれちょっと難しくて、要するにバルブを、はい、バルブを駆動する、はい、ロッカーアームに特別な仕掛けがあるか、はい、もしくは特別な形であるということですか？はい、Y 字っていうんですからこんな風になってるんですね。はい、でこんな風にこう、はい、2つのバルブ、吸入バルブ、排出バルブを、これはこんな風になってるんですかね。こういう風になってるわけですね。そうですね、4つあるバルブの、それを1つのロッカーアームで動かすという仕掛けになっているんです。で、まあ、なんでそんなことをしたかと言いますと、燃焼室をとにかくコンパクトにしてよく燃えやすくするというのが大事なコンセプトです。でもせっかくのツインカムならば、はいはい、ツインカムでダイレクトアタックといって、そんなロッカーアームなんての使わないで直に引っ張られてやったらもっと効率がいいんじゃないですか？回転を上げるという意味で、はい、確かに慣性を小さくするという意味では効果があるんですが、はい、この Y 字型の特徴という中で、はい、空入空気がですね、まっすぐ、はい、燃焼室に入ってこれるような、我々のハイポートとちょっと難しいんですが、はい、そんな言い方をしています。要するに空気を管で、はい、ずっと吸い込んだ空気を管にしておいてやって、はい、そいつ一緒にパーンと吸い込むことで、中でこうキラ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 ッとこう回してやることで効果を上げようという、はい、燃焼効果を上げてやろうという考え方ですね。はい、それとロッカーアーム使ってる利点としましては、バルブのリフト量といいますか、はい、大きくできます。要するにバルブの開けた手を大きくやってやって、はい、吸い込んだり吐き出したりするのを容易にしてやろうと、こういうわけですか？まあ、そういう車のエンジンの中の基本のところの格好を最適化したというところがベースとして一番ポイントでございます。細かく技術的に伺ったら、はい、エンジニアにはそれは面白いかなと思いますが、使う方からすればね、なんで手にしておくといいじゃないかというような感じもしないでもないんですが、どうせ押し込むんならもっと他の方法で押し込んで、うまい具合にパーッと中でこう、渦巻きを起こしてやってですね、外人に見せたら目ひっくりしてたまげるようなものってのはできないもんですかね。やっぱり小型車 その基本になるエンジンということで、従来熟成された技術みたいなものを積み重ねてやるエンジンなのかなと。ね、いきなりびっくりしたような、はい、突拍子もないものはできないよ、はい、ということでしょうかね。本当に実用上使っていいエンジンというのが